カウント YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回もですね、前回に引き続き野口俊博さんに、来ていただいて、キャッチャーの指導方法を教えていただきたいと思います。野口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。野口さん、まずは、握り替え、はい、ボールの握り替えですね、はい。まあ、ピッチャーからの送球を、はい、投球を受けた後のものだったりとか、受けた後ですね、はいはい。あとは、まあ、その握り替えが、ね、二塁の盗塁、三塁を盗塁刺すというところまでつながっていくかと思うので、はいはい、その点を、そうですね、教えていただきたいなと思います。はい。まあ、握り替えというのは意外と難しいとされているものなんですけれどもね、まずはしっかりと取ること、芯で、なるべく芯の近くで、まあ、マシンでこうやってパンと取ってくれるのが一番いいですけれども、まずは芯でしっかり取ること、でその後に握り替えという部分なんですけれども、この握り替えというのはですね、ミットの使い方によってだいぶ変わってくる部分なんですね。この取った後に、ここからは僕の考えなんですけれども、取った後に下げてしまうと、手をこういうふうに出してボールを落とさなければいけないんです。そうするとここからこういうふうに入れるのは難しいですからね。これを下げて取りました、下げるとこういうふうに握り替えることになります。そうなるとこうしっかりと入るという確率が減ってしまうんですね。必ず芯で取れればまだいいんでしょうけれども、例えば芯を外してこの辺で取ってしまった時に、こうやって手を入れた時にこうなりますよね。そうするとここからまた握らなければいけない、そうなるのを防ぎたいんですね。ですからこう取ったらこうミットを使う、こうミットを使えばここから右手をこう入れればいいんですね。下からこう入れるんではなくて、こういうふうに捕まえにいけるようにするとすんなり握れるかなと思います。実際座っていただいて、はい、構えていただいた流れを見せていただいてもいいですか。はい、そうですね、こう構えますね。それをこう取ります。そしたらここから投げに行くときにこういうふうにしてしまうと握り替えのミスが起こりやすい。それをこう取ったらこう回してくると自分の方向にボールが向きます。なのでパッと握り替えやすい、こう下げずに横に回すというんですかね。こうする方がミスが起こりづらいというような、はい、起こりづらいと思いますね、はい。まあ、実際まあ、僕がコーチ時代に指導した選手の中ではこうやって握り替える選手がいたんですね。ですがやっぱりその選手は肩が強くて動作も速いんですけれども、その握り替えのミスが多くて阻止率が上がってこないという選手が実際いますのでね。ですからそこのミスをなるべく少ないものにするには、そういう握り替えの仕方がいいんではないかと思います。じゃあ今見ている小学生、中学生、高校生とかは、1日でも早くその習慣が、はい、今のうちにそういうところ直せるんであれば直した方がいいと思います。普段から意識できる練習方法ってありますか。はい、まあ、ですからこうミットを構えてこういう動かし方を癖づける。あとはよくこうやるじゃないですか、うん、こうやって、まあ、こういうふうに投げてパンと取るのはさっき僕が言ったこういう形になりますよね、うん、こういうのを結構もう遊びながらやっとくのはいい手段ではないかなと思います。でこう下げてしまうと、まあ、まあスローイングのことにも影響してくるんですけど、下げてしまうともうこっちからこうやって回さないと投げれなくなるんですよ。実際に立ち上がった後にこれをこうやって回してる間の時間、0コンマ0何秒かもしれないですけれども、そのたとえ0コンマ01秒でも時間を短縮した方がいいに決まってるので、回してる時間ももったいないという話にもつながってくるんですよね。それと連動する形で、はい、その足のステップワークっていうのもすごく大事になってくると思うんですけど、はい、そこの解説をお願いしていいですか。はい、まずはですね、まあ、今の握り替えの部分はちょっと置いときまして、
よくね、小学校とかの選手を指導しに行くと、じゃあ最初は何も言わないからスローイングやってごらんって言うと、大体の選手がこう取ったらこうやって投げます。わかりますか？もう一回お願いします。取りました。こう投げます。右足が後ろに行く。そうです。まあ、一番最初に動くのは右足なんですけれども、その一番最初に動く右足がこの左足の方に行ってしまうんです。特に後ろに、ね、後ろに行ってしまうと、まあ、大げさにやりますね。今こう取りましたって後ろに行くとこう向くんですよ。大体これ大げさですけれどもね。そうするとこっちに投げなければいけないのに向こう向いてるんですよ。だからこうなる。で悪送球する。なので前からピッチャーはボールを投げてきます。でセカンドの盗塁なんかはその方向に自分が投げます。なので足のステップもその方向に使えばいい。ただ単純にそういう話なんで、その右足の使い方、右足の出す位置をここに持ってこれるように、そうですね、左足よりも、まあ、前というのはもちろんで、左足になるべく寄らないように、ここですね。そしたら次左足ステップしたらここに来るわけです。まっすぐ向いてるんです。だから安定したスローができるわけですね。なので右足の使い方がこう後ろに来る人はちょっと注意してほしいなと。前に行けるように、はい。子どもたちっていうのはどうしてももう自然と、はい、もう右足がそういうふうに使われてしまうんですかね。もうどうしても体全体を使って目いっぱいこうやって投げようとするんですよね。子どもたちにとってはホームからセカンドの距離っていうのは非常に遠い距離なんで、全身を使ってこうやって投げようとします。だから体をよいしょって揺すったらここに来ちゃうんです、どうしても。だからその辺のところをまず矯正して、体全体で投げるんではなくて足をしっかり使ってステップして、あとは腕肩というところで、この最低限の体の使いで投げるということですよね。どのエリアでそのステップっていうのは済ますのが一番理想とされるんですか？ステップのエリアはだから僕はまあ、それがいいかどうかは別にして、僕はこうホームベースのところいますよね。もうちょっと後ろかな。こう構えててスローイングするときは、だいたいいいときはこのホームベース近辺に足がありました。で悪いときなんかだとこっちにそれたりとか、まあ、こっちに開いてしまったりとかっていうときはだいたい悪いスローになってましたね。ですからこのホームベースのところにこうやって足が出てくるのが目安になるのかなとは、うん、僕の場合はそんな感じでしたね、はい。その悪い時の傾向っていうのはどういったシチュエーションの時に出やすいんですか？はい、やっぱりこの先にこう重心というか頭がこう前に出て投げ急ぎっていうんですかね、の時ですよね。こうパッと行ってしまうとこれがこう行ってしまったり、ここにしっかり入ってこれないとか、こう行ってしまうから先もう下半身がついてこないで先に行っちゃってるから、体がこっち行っちゃってるからそれについて足がここについたとか、そういう時ですよね。練習方法として何かアドバイスがあれば教えていただきたいんですけど、はい、まあまあキャッチャー始めたばかりの人なんかは別に構わないんですけれどもね、取りました、動き始めました、まあ最初はその入りでいいと思うんです。ですけれども例えばこうまあ段階を踏んで上がってて高校生で、まあ、ちょっと上のクラスになってくると、もう取りました、動き始めました、投げましただと遅いんですよ。なので取る前から動き始めるようにしていくといいと思うんですね。ただ取る前から立ち上がっちゃダメです。立ち上がって取ったら絶対こういう投げ方、頭が突っ込んでしまって腕が上がってこないで無理やり投げるから肩肘痛めたりとか、痛めなくても向こうで後頭してみたりとかショート側に引っ掛けてみたりとか、そういう球が間違いなく出てきますので、取る前に動き始めてほしいですね。こう構えます。で走ったと思ったら少しこう前に、今ソフトバンクホークスの甲斐選手が
走ったって言ったら左足がこう前出ますよね、先に。これのイメージを持つと非常にいいと思うんですよね。この足を動かして取れるんであれば、あの方法は非常に有効な手段なんですけれども、このこれを動かすとキャッチングに影響が出るので、これを動かさなくても同じような効果を得ることも十分できるんですね。例えばこう普通に座ってるところ、走ったって言ったら少しこっちにこう体重をかければいい、同じ効果が出るんです。なのでここから始めるっていうのは、あのいい方法だと思いますけどもね。まあ、ちょっと総合的なまとめとして、はい、子どもたちに意識してもらいたいポイントを改めてと、はい、明日からちょっとどんな意識でこの2点練習してほしいですか。あ、ちょっとその前にですね、はい、その握り替えとそのステップのことをつなげたいと思うんですけれども、はい、まあ、さっき握り替えでこういう使い方って言いましたよね。そうするとこれを取りました、こうするとここに来てステップもここに容易にしやすいんですよ。これをこうすると体って前、まだ前向いてるんですよね。ですからこうなりやすいんです。なのでこう回すことによってしっかりとこの形になれる、ね、だからそういう意味を込めてミットの使い方はこうしてほしいなと思うんですよ。ミットの使い方とステップ、はい、スローイングが全て一連の動作としてつながっていると、はい、つながってほしいなと思いますね。その意識を持って練習に取り組んでほしい、はい、そうですね、まあ、これは本当に、まあ、キャッチャーの練習って数は限られるんですよね。例えば内野手のノック受ける時のゴロの合わせ方とかそういうのと比べると数は非常に少ないと思うんですよ。ですのでですけれども、その中で一つ一つの項目を数をこなす、反復練習をたくさんするっていうのは非常に大事になってくると思うんで、本当に体でこう覚え込ませる、その条件になったらそういうふうに勝手に反応するっていう形になるまでたくさん練習してほしいなと思いますね。今回もありがとうございました。ありがとうございました。